じゃじゃじゃ人の大きさすぎる。化け物かもしれない。じゃじゃじゃ、なんか綺麗な結果。あれは超かっこいいね。はい、コーツの趣味部ようこそ。今回も、まあね、前回予告しました通りですね、こちらの、恐怖の心霊写真ガム、はい、こちらをね、3パック開けていきたいと思います。ではね、早速、どういうものかね、自分このシリーズは初めてですね、心霊写真系は、1枚入りっていうことでね、はい、もうね、すでに、もうカットしてありますね。はい、もうすでに1枚出てるけどね。よし、じゃあね、早速、1個目、これはなんか今ガムがね下に落ちちゃったけどね。はいはい、あれん、あ、これん、あ、これってなんかいつも紙じゃなくてなんかほんと写真っぽい紙質のやつですね。うん、あー、結構ほら、へえ、仰いでどうするっていう話だけど、いや、もうこれはっきり出てますけどね思わず引き笑いしちゃったけど、ちょっと思いっきり出てるけどねここと、あとここにもいますね。あとどこだ、これかな、これかなね。あ、あとここにもいる。これ何個、何人いるかを探すゲームでもできるっていうあれですかね。5、1、2、3、4、これ微妙だな、これ微妙だな。4、今どこかはっきり分かるのは4か。皆さん分かりますかね。まあ、一時停止してね、探して見てもいいと思います。もう答えいきますんでね。はい。はい。あ、5か。あや、ん？床下収納。長年使用されていなかった古民家。数十年ぶりに入居希望者が現れ、立ち会い時に撮られた一枚。映っている床下収納からは、寒気がするほどひんやりとした空気が流れていて、中からは何かの骨がいくつも見つかったそうだ。はい、ということで、私がね言った通り1、2、あれ、これ3は言ったっけ。あ、え、あれ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、あ、これ足か、これ足ですね。あ、あ、え、で、で、え、何、え、この一番端、あ、なんか、こう、若干、めっちゃ隠れてるけど。え、でもさ、これさ、これも顔に見えない？ね、目で眉毛で、目で鼻、ね、こっちを睨みつけてるような、ね、感じの。あ、これ違うんだ。逆にそっちの方が怖いわ。そっち、え、逆に、え、逆に本物の心霊写真撮れちゃってんじゃないこれ。面白いこれ。あ、ちゃんとしたカードですね。あ、今回カードタイプなんだ。これいいね。あ、これはいいわ、このシリーズは。あ、でも3枚しかないからな。もっとあれば買ってたんですけどね。うん。じゃあ続いて、2枚目いきます。はい。おいっと。これは、あ、こっちか。こうか。これはもうあれですね。もう定番の、電話ボックスですね。うん。いやー、まあ、いろいろと見えますけどね。はい。まあ、まず、1個、2個、3個。じゃあ、これかわいい女の子っぽいね。結構かわいいですよ。
そんなことはどうでもいいって。123、これそうかな。ちょっとね、皆さんと同じでね、カメラ越しに見てるんでね、肉眼で見てないんでね、あ、で、女の人がこの電話ボックスの中にいるね。4、多分5体は絶対いるのかな。どこにいる？はい、じゃあ停止できる位置に止めておきます。はい、じゃあこれでね、ちょっと正解いきます。自分は4体しか、4体、まあこれがあれだったら5体かな、います。正解。えん5体と2、2、4、6、7体。電話ボックス。深夜を過ぎるとこの電話ボックスには恋人と生き別れた女の霊がその恋人に連絡を取るため夜な夜な現れる。その周りにいる霊たちはいつまでたっても連絡がつかない女の霊を心配して一緒に現れているようだ。あ、なんかこう人玉もカウントされるのね。あ、カウントされるも何も言う。めっちゃいたの。俺全然気づかなかった。え、なんで？あ、なんかそういう写真だと思ってたから人玉カウントしなかったっつうか全然気づかなかった。この人玉、あ、人玉めっちゃあるやん。5個じゃん。5個。まあこれで多分この説明で隠れてる部分も含めたらもう 1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。正解は8個です。皆さん、分かりましたでしょうか。へえ、いいね、こういうの面白いね。なかなか、いいな、この心霊写真シリーズ。じゃあちょっとラスト、もうラストになっちゃうけどね。はい、行きたいと思います。ジャバジャバンと。はい、これはもう駅のホームかな。駅のホームですね。まあ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 、わかりやすいのからいくと1、2、3、4、5。この下もそうかな。6。6くらいですかね。じゃあシンキングタイム停止1。はい。これでね、ちょっと正解いきますね。6ぐらいかな。1,2,3,4,5,6。あれ7、あれん、黒板じゃねえや。ホワイトボード。え、見づら。ちょっと待ってください。あすっごい、これね、カメラじゃ絶対見えない。あのね、女性の唇にやりにやりってしたね、唇が見えますね。すごい、今の自分のこのカメラを押しだと全然見えないんですけど、肉眼で見るとね、うっすら見えますね。なんかにやけた唇が映ってますね。っていうことですね。はい。タイトルが、深夜のホーム。最終電車が発車してしまった深夜の駅のホーム。そこには今日も成仏できなかったこの駅で亡くなった魂たちがぞろぞろと行く当てもなくさまよい始めている。なるほど、いや結構いいな、このシリーズいいな。またあったらちょっと変えたいですね。
今回は、このね3枚ということで、まあ皆さんねどれが良かったですかね。私的にはやっぱりこの一番最初のね、これで、もう実際にこれ心霊写真に写っちゃってますね俺ね。この顔絶対そうでしょ。俺 この足じゃなくてこっちの方に注目いっちゃったから、この足気づかなかったからね。うん、いやこれでも違うんだよね。正解は足の方なんだよな。怖い。はい、ということでね、今回は、以上になりますね。まあね、ちょっとね、季節外れてしまった、開封動画ということになってしまってますけどね、ニエレンちゃんで。まあね、まあ、続々とね、まあ、購入してきたものの開封はね、していきたいと思います。まあ、あとはね、まあ、皆さんは多分、まあね、ドラゴンボールとかね、ナルトのフィギュア紹介を楽しみにしてるんだと思いますけど、たまにこういうの入れるんでね、まあ、ちょっとね、息抜きがてらに見ていただけたらね、嬉しいと思います。はい。ではね、今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。